お疲れ様です。ホットイールを、複数台買いすると叱られちゃうジャンクスタイルです。なんだかいつも怒られちゃうんですよね。で、まあ買ったもの全部ね、公開するんじゃなくて隠しておくことも必要なんじゃないかなというご意見もあったんですけど、まあ買ってきたものね、どんどん紹介するのが私のスタイルなので、どんどん行きます。で、今日もね、2月のホットイールのベーシック化を追加購入した分を紹介したいと思うんですけど、バースデーじゃないんですよね。これ撮ってるのがまだ火曜日で、私の近所のバースデーには入ってなくて、でこれ今日紹介するのが日曜日に買った分なんですけど、トライアルですね。トライアルに入ってるよって教えていただいて、で日曜日の夜だね、もうに回ったら結構買えたんでね、それ紹介したいと思います。でね、まずは叱られちゃうマイティー系。あ、そうで、トライアルがなんだっけな、例えば A アソーと B アソーと1ケースずつとかじゃなくて、なんだろう、つまみ食いみたいな感じ、多分いろんな店で分け合ってると思うんですよね。なのである店には入ってて、ある店には入ってないものがあるっていうか、多分近所の店で回してるんじゃないかなと思うんですよね。変な入り方してて、で単品販売は3台ずつかなとかだったと思います。で1月の単品販売もかなり入ってましたね。で私行ったのは2件ですね。でもう整理しちゃったんで、どれがどれだか分かんないんで、2件分の合計ですね。で MyTK、 これインターナショナルカードの分は1台ね、あったんで買っておりますと。まあ軽トラでかっこいいね。皆さんもカスタムしてますよね。でこちらの単品販売も入ってたんで、多分3台ずつ各店入ってるんですけど、私買ったのが3台と、これが日本語カードの分ですね、5台買ってるんで、1台抜かれてた感じですね。まあ、夜だったんでね、結構遅い時間、何時、6時とか7時とかだったんで、なんでマイティー系は結局、6台インターナショナルカード1台と、単品販売分が5台、計6台買っておりますね。またこんなことするとね、叱られちゃうんですけどね。で、ディズニースチームボート、これはもう2個持ってんのか、 B アソートに入ってた分ですが、なんかね、見つけたら買っちゃうね。これは叱られないんですよね。こういったちょっと人気のある分は叱られちゃうんですよね。これ、ザ・ダークナイト・バッドモービル、これ変えてなかったんでね、よかったですね。トレジャーハントですね。A アソートのトレジャーハントか。まあ、バットマン最近ちょっとハマりつつあるんでね。あ、そうだ、3月、19日かに、バットマンのアソートサイドラインで出ますね。よ、あの、400件シリーズのサイドラインですね。なので、うん、そちらの方も買っていきたいなと思うんですが、これ買えてよかったですね。今回トレジャーハントも結構偏りがあるみたいですね。で、ポルシェ935。これ来月も入ってるのか、B アソートかな。これも2台買っております。かっこいいよね、やっぱボグジラ。これA アソートに入ってんのかで、変えてなかったんで、B アソートに入ってなかったですよね、確か。うん、かっこいい。これ意外とかっこいい、シャークマウスになってて、マットオリーブ系の塗装でかっこいいっすね。これはいいや。うん、かっこいい、手に入ってよかったですね。まあ、謎者って言ってしまえば謎者なんですけどね。76グリーンウッドコルベットですね。こちらも2台、変えておりますと。かっこいいよね、これは。かっこいい。好きなキャスト、ホットイールの中でも好きなキャストのうちの、なんだろう、1台になります。はい。で、B アソに入ってんのかな今回。来月は入ってなかったのかな。かっこいいよな。これ系やっぱいいっすよね。だから、なんだろう、1台もう買ってんのか。だから3台目になりますね。で86ですね、はい。こちらもかっこいい、担保が。なんだろう、80年代から90年代をこう連想させるような担保になってるんですけど、こちらもなんだっけ、 B アソに入ってるのかな。A アソも入ってるのか。で、3月の単品販売にも入ってるんで、そんなに慌てて買わなくてもいいのに、目の前にあったら買っちゃいますよね、やっぱ。うん、かっこいい。
これいいよな。これやっぱどうしても白っぽい、白っ系ボディカラーがねが多いので、セカンドカラーあたりでどうなるかなっていうところですね。うん、いいっすよね。やっぱあれだね、うん、やっぱ店頭で86見かけると買っちゃいますよね。んで、ここまでが今月っていうか A 遊び遊び入ってたものなんですけど、それ以外の分、あ、そう、それ以外の分も買ってるっていうか、1月アソートの分で、はい、なんだ、A アソートに入ってたものを買ってるんでね、紹介したいと思います。どんどんね、ホットバード、これもあったんですよ。はい、ファイアーバードですね。かっこいいよな、やっぱ。から先月2台買えたんで、3台目かな。だからもう複数台買いしたこと隠さないからね、どんどん言っちゃうスタイル。で、そう、バットモービル。これ、A アソに入ってたんですけど、私、A アソに巡り会えなかったんで、なんだ、箱買いしたものも B アソでしたし、店頭販売で買いに行った先のイオンがね、A アソが入らなくて B アソだけだったんで、これ買えなかったんですよね。まあ先月買ったんですけど、多分箱1かな、今回。なんで買ってますね。よかった、買えて。これ、私めっちゃ買ってるんですけど、これは叱られないんですよね。めっちゃ買っても。はい。で、先月のスーパートレジャーハントが枠だったシェルビーコブラ 427SC なんですけど、これもね、今月も入ってて、まあ、増車ですね。何台あってもいいですよね。これ、一時期私、すごい集めてて、コンプ目指してたんですけど、ある程度まで集めちゃうと、コンプできなくなるというか、すごい高い壁、コレクタブルアイテム的なものが入ってくるので、ちょっと断念しちゃってるんですけど、やっぱいいよな。これ結構キャスト的には古いっすよね。いつもだろう、ちょっとわかんないけど、はい、これもやっぱ見かけたら買っちゃいますね。で、70シェビーシェベル、これなぜかめっちゃカード傷んでるんですよ。わかります、これグニャグニャってなってるの。うん、あ、これはすいません、あれだ、B アソの分だ。もうほんと適当なこと言ってんね。で、なんかこの辺も薄いんですよね。一回なんか多分だけど、一回こう外れちゃって、ブリスターがで再圧着したんじゃないかなって感じなんですよね。なんでこの辺のこう文字かすれかすれなんですよね。見えますかね、これと比べると。なんだろう、車種名、すいません、ピカピカ光ってる車種名書いてあるところが全然薄いんですよね。とか多分ね、一回外れたんだと思いますよ。だからどの段階で外れて、どの段階でさ、ほら結構外れやすくなってますしね。多分再圧着したんじゃないかなと思います。どの段階なのか分かんないけど、おそらくマテルさんの仕業でしょうね。はい、で最後になります、ファイヤーイーター。これいつのだ1月入ってました。違うよね、随分前のだよね。これもなぜか入ってたんですよね。あ、いや、入ってたっていうか、今までなかったけど、こういったのと同時に入荷してたんで、買っちゃってますね。これ変えてなかったんですよね、密かに。いいよね。なんだろう、以前コメントでもいただいたんですけど、ホットウィルの緊急車系って少ないよねっていうコメントをいただいたことあるんですけど、昔出てたんですよね、結構。で、最近あんま出ないですよね。売れないのかな、かマッチボックスに任してるかね。同じもうマテルですから。で、結構昔の、緊急車とかそういったのって結構な高値ついてますね、ルースでも今ね。はい、という感じで購入は以上ですね。ちょっとまとめてみましょうか。発売日の翌日の日曜日の夜ね、トライアルを回って買ってきたものですね。で、マイティ系が6台とかあるんですけど、まあ、こんだけ買うとまた叱られちゃうんでしょうね。はい、で、トレジャーハンド変えたからよかったねとか、まあ、持ってなかったんでね。と、この辺が、今回の A 遊び屋そうなんですけど、まあ、選んでは買ってきてますよね。で、この辺、この3台は先月のアソートで、これはいつもか分かんないです。覚えてないですね。まあ、持ってなかったんで変えてますね。なので、純粋に持ってなかったのこの2台ぐらいなんですけど、まあ、うまいことね、増車できたんじゃないかなと思います。っていうか、トライアル久しぶりじゃないかな、
ホットイールベーシックか入荷になったのだからいつ入ったか分かんないんですよね。で近所のトライアル入ってなくて結構遠目のトライアル2軒回った感じだったんです。まあそれ以上ね回れなかったというか日曜日の夜だったんでねちょっと時間的にきつかったんで回ってないんですけど、また機会があればねちょっといろいろと寄ってみたいと思います。トライアルねもう名前出しちゃうからね、あと全国規模になっても知らなかったんで、はい、すごいよねトライアルもこんなホットイールなんだろう巡回の対象になっちゃってるっていうね。でちなみに2軒のうち1軒はお菓子売り場に置いてありましたねっていう感じでした。こんな感じでねホットイールなど紹介しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとコメントもねお叱りのコメントも全然大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。動画と直接関係なくてもね全然構いませんので、何かしらコメントいただけると嬉しいです。さて、今日はね水曜日なんですよね。そろそろホットイールねバースデーに入ってないかなと思うんですけど、どうかな、はい、またバースデーなんかで買えたら紹介したいと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。